はい、皆さんこんにちは、ゆうです。まあ今回なかなかムービーがいい内容になっているのでふざけずに行こうかなと思いますが、今回のボス戦のポイントで、前回の動画でお見せしたあの陰忍の奥義ね、ぜひつけておいてください。今回つけずに挑んでいるので少しだけ難易度が、まあ、つけるよりも上がってます。まあいずれにしても簡単な倒し方解説していきたいと思います。見覚えがあるだろう、この満開の桜、うってつけだ。お前の墓標に。まあ、基本戦略下がる、そして、チドンフ打つ、ここまでですね。で国金符で、ここもチドンフ国金符入ったらもう八つの神打っていく、八つの神打って、で手裏剣投げる、でまた八つの神すぐ使う、八つの神が使えるようになったらもう一回使う、そういうことですね。まあ、これだけで簡単に勝てるので。ただポイントとして、次の戦闘のために手裏剣と区内はバランスよく振り分けて使っておくといいですね。出会った時は俺が目覚めさせたんだ。親に捨てられ、どん底から這い上がるために、俺は輝く石で夢を叶えてきた。そしてついに天下人の夢も。だが夢がでかすぎて赤い光に見入られた。夢を食って霊石を生む闇の力だとは気づかず、終わりなく膨らみ続ける悪夢の中、最後に俺の目を覚ましてくれたのはお前だった。まあ、一応連戦になっているので、ここで手裏剣類を回復しておきます。使用するといいバフは小妖符、特に毒草弾ですね。これは使っておくとだいぶ楽になるので、ぜひ使っておきましょう。光か、慈しみは使い捨てろ。
世は滅びぬ。まずは大枠を解説しよう。このボスのポイントとしては HP50% 以下にしないようにまずは、適当にこの HP とこの威力を徐々に削っていくってことね。それがポイント。とにかく HP50% 以下をまだ下回らないように調整します。でもうここでもう十分ですよね。ここからは地ドンフと熱潰し、特に黒金符を入れることが重要なんですよ。黒金符を入れる、そして入れ終わったら準備完了で、あとは隙を見計らって区内を連発していきます。これで勝てるんで。ただ、今回威力下がってるんで、区内の威力ほらあの陰忍のやつつけてないんで、もうちょっとあれつけたらもっと楽に倒せると思います。ここでね、で後半戦はまあ楽なんですよね。比較的もう全然前半より、まあボスからちょっと離れてると今みたいな、召喚使ってくるんで、あんまり離れない方がいいですね。で、ポイントとしてはまた、この常闇では 50% 以下まで減らさないっていうのがポイントなんで、ボスの隙を見て少しずつ減らしていきます。このジャンプしたら前振りよく見て受けましょう。前振りあるので、でまあ八つの神使って少しずつ減らし、ただあんまり八つの神を当てるとダメージ入りすぎるんで気をつけて、まあ、これ以上はもう入れてはダメですね。でこれで、あとは常闇が晴れる、晴れたら黒金符を打つ、これがポイントね。で必殺なんか使ってくれたら大チャンスね。もうこれで反撃後に乱れ打ち区内などを数発打てば勝てると思います。来てくれます。強くなりましたね。大竹丸を封じる、それが最後の定め、あなたの長き定め見届けました。はい、ということで、ソハヤマルを持つ者に課せられる最後の定めなんか、かっこいいこと書いてある。いやーね、母親綺麗だったよね
い感じだった、すごい。まあ装備詳細など見ていただいて、あとね、まああの前回ボス戦でも、まあ前回の動画でも見せたあの隠忍の奥義ね、ぜひ使ってみてください。あれでもう宮内手裏剣の威力全然違うんで、かなり楽になると思います。であとこれね、守護霊につけてる玉城、これ特に揚力が上がるように調整してるんで、まあぜひ参考にしてください。はい、それでは、続きはまた次回。ご視聴ありがとうございました。